このタオっていうのは人生と宇宙の真ん中。 Hey yo, what's up YouTube? 宇宙ラブシャーマンのリオです。このチャンネルでは宇宙上無限に広がっていくラブと共鳴して皆さんの人生をハッピーにポジティブにしていく方法をお伝えしていきます。ということで今回はこのマークについて話していきたいと思います。皆さんこのマークって見たことはあると思うんですけど、どういう意味か知ってますかね？これは中国が起源の道教、タオイズムって言われている宗教のシンボルマークで、タオマークなんて呼ばれたりしてるんですけど、このタオマークの意味を理解することで、とっても現実を生きるのが上手になってくるっていう。なので、このマークの意味をこれからシェアしていきます。簡単にこのタオイズムのポイントを今から説明していくと、この道教タオイズムってこれ簡単に言うと宗教なんですけど、結構哲学というか思想に近くて、この道教っていうのは、他の宗教にあるような洗礼の儀式がないんですね。あなたが道教徒、タオイストだと思った瞬間にあなたはタオイストになることができて、逆にあなたがタオイストではないと思った瞬間にやめることができるっていう。とってもフランクでカジュアルで、全くかしこまったところがないこの道教。で、二つ目のポイントとしては、タオに経典はないっていうことなんですね。タオは学ぶことはできる。しかし、教わることはできないって言ってるんです。人から教わったり、本を読んで勉強していくことではなく、あなたがあなたの人生の中で実践していく中で、あなたにとってのタオを見つけていくっていう。このタオっていうのは、道と書いてタオっていう風に読むんですけど、人によって全然違うと。あなたにとってのタオを、あなた自身で見つけていくしかないっていうのがタオなんですね。じゃあ3つ目で、ではタオとは何かってことを話していきたいんですけども、このタオっていうのは人生と宇宙の真ん中、陰と陽とか中間、せめぎ合っている部分、人生と宇宙の真理のバランスは100か0、0か100でもなければ50と50でもなくて、常に人生と宇宙の真理はせめぎ合うっていうのがこのタオの意味なんですね。これ画像を見れば分かりやすいんですけど、陰と陽、人生と宇宙。この2つの概念が、この陰と陽、人生と宇宙。この2つの中間ってのは、一本の直線ではなくて、この勾玉と勾玉の間が合わさるように揺らめいているというか、せめぎ合っているってこと。100か0ではもちろんないし、5050でもないっていうのがこのタオなんですね。ではその人生と宇宙の中間を目指すっていうのはどういうことかっていうと、これまでこのチャンネルではこの宇宙のこの世界の真理を何回もお話ししてきたんですけど、それはこの世界は全部幻想だってことなんですね。この部屋にある目に見えてる物質たちも幻想だし、画面越しにこうやって話している宇宙ラブシャーマンリオも幻想。さらに言うとこの自他の境界線も幻想であるという。私はあなたで、あなたは私。実は全ての人類は一つ。全て幻想で、全ては一つに繋がっているっていうのがこの世界の真理なわけです。だけど、この社会で生きていく上で、真理 100% では生きられないっていうことなんですよ。これはめちゃくちゃ不思議なことなんですけど、多分明日の朝、また俺は俺として目覚めるし、あなたも今日寝て明日の朝起きたらば、あなたとして目覚めてると思うんです。真理は幻想で、ここには何も存在していないはずなのに、やはりなぜかここには物が存在している。俺はこのスマホの質感を感じ取ってる。感覚はいくら脳が作ってる幻想だとはいえど、やっぱり殴られたら痛みを感じる現実。自他の境界線は幻想で、あなたと私は実は一つで繋がっているというのが真理であっても、やはりこの社会の上では、あなたと私は違う別々の人間として存在している。これらの真理ではない現実、社会の上で常識となっている既成事実を無視して生きることはできないですよね。この全ては幻想だっていう心理、この心理 100% だけで生きることはほぼ不可能だってことなんですよ。でもかといってこの物質的次元、人間が作った社会を 100% として生きることもかなり苦しみにつながってくると。目に見える世界ってのは宇宙全体、世界全体を100としたら人間が目で見えて知覚できる範囲なんてのはほんの数%なんです。こんな小さい世界が人間が目で見ることができる世界、そんな小さな目に見える世界の中だけで生きていたらもう一生を牢屋の中で過ごすようなことなんですよ。この全ては幻想だという宇宙の真理と目で見えている物質的次元の現実的な社会。この二つを100か0とするのではなく、両者をせめぎ合わせて、そのせめぎ合っている真ん中の道を生きていくのがタオだっていう話です。100か0でもなければ、50%50% でもない。常に両者がせめぎ合って、今なんかタオがぐるっと揺らめいてかっこよかったですけども、こう真ん中がこう揺らめいて、せめぎ合って、一直線になることはないと。絶対こうだ、絶対こうしてれば大丈夫だっていう明確なルールを設けず、臨機応変に人生をサーフィンしなさいっていう暗示が、この真ん中の直線に現れてるっていうこと。さらに、これ、陰の中に陽があって、陽の中に陰があるんですね。両者は常にせめぎ合って変化していく。ってことは、あなたが歩むべき道、あなたのタオも常にせめぎ合って変化していく。この陰と陽のちょうどいいバランス、どっちかに偏る、この陰と陽のちょうど真ん中、あなたにとって一番ちょうどいい真ん中をあなたで見つけ出してその道を歩いていきなさいっていうのがタオの教えなんです。前回の自我を手放す方法、まだご覧になってない方はぜひ見てほしいんですけど、前回動画で紹介したあなたはちょっと私で、私はちょっとあなたっていう考え方。これかなりタオっぽいなと思って。あなたは私で、私はあなたっていうのは、ただの真理なんだけれども、この社会の中で人間として生きていく上には、ちょっとエグすぎる。真理すぎる。かといって、あなたと私を全く違う二人の人間として完全に引き離してしまうと、あまりにも真理から程遠くなって争いの引き金になったりしてしまうと。だからあなたはちょっと私で、私はちょっとあなたっていうのはタオだってことなんです。このチャンネルで再三にわたってこの世は幻想だっていう話をしてきたんですけど、この世は幻想だって知った時に皆さんはどう思いましたかね。なんか虚しい気持ちになったり悲しい気持ちになる人も結構いるかと思うんですけど、俺はペルーアマゾンのジャングルでシャーマンの儀礼を受けて、その儀式の中でこの世は幻想だっていう事実をまざまざと思い知らされた時に、やっぱ虚しい気持ちになったんですよね。悲しい気持ちっていうか、今までの俺が生きてきた世界はなんてちっぽけで、なんて嘘っぱちなんだっていう、かなりアンチ現実みたいな思考に陥ってったんですね。もう目に見える世界の全てが嘘くさくて、現実に対して憎しみを持ち続けた結果、俺は心を病んでしまったんですね。そうではなく、現実に対して憎しみを抱くのではなく、この幻想という現実を楽しんでほしいってことなんです。俺がやっているバンド空中戦の曲に Sweet Illusion っていう曲があります。和訳すると、美しき幻想。これをちょっと聞いてみてください。生まれたり死んだり忙しいね、働いて恋をして口ずさんで触れ「美しいね」で聞きたい方は概要欄にリンクを貼っておきます。真理を100として、この世界は幻想だって事実を100として現実を憎むのではなく、この美しき幻想、何もないはずなのに世界が広がっているっていう奇跡を楽しんでほしい。もう全てはスイートイリュージョンなんですよ。この現実と幻想の真ん中のタオ、あなただけのタオ、あなただけの幻想と現実の中間、この美しき中間、あなただけの中間を楽しくサーフィンしてハッピーに生きてこうぜってこと。今日はここまでになります。動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。何か質問があればコメント欄にいただけたら嬉しいです。何個か溜まってきたらまとめて動画でお答えしていこうと思うんで。ということで、今日は火曜日、いよいよ風の時代まであと1週間。風が吹いてるね。みんなバイブスはどうですか？いい波動出せてますか？明日もあなたが笑って過ごせるようにビッグラブ送っておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。